皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。今回の動画はちょっくら趣旨が変わりまして、ギターを、子供にギターを弾いてほしいなと思っている大人の方々に向けた動画という感じです。まあ、少なからずその、自分の子供にギター弾いてほしいなとか、自分の子供がギター弾いてくれたらいいなとかって思っているお父さん、お母さん、大人の方々いらっしゃると思うんですよ。そんな方に向けて、まあ、こんな感じでギター、子供にギターを教えたらいいのと違うかみたいな話をさせていただこうかなと思います。対象としては、そうだな、4歳、5歳ぐらい、4歳、5歳ぐらい、まあ、年中3、年長3ぐらいから、上はまあ小学校3年生ぐらいですかね。小学校3年生とか超えてくるとね、結構その体格とかもしっかりしてきて、その力加減とかもね、しっかりしてくるので、感覚とかもしっかりしてくるので、もっとできることがあるから、ちょっとこれは簡単すぎるかなっていう感じなんですけれども、まあ、そんな感じの、ちょっと体がちっちゃくてね、まだその体の操縦、コントロールがまだうまくできない、子たちに向けた内容という感じでございます。よかったら参考にしてみてくださいませ。で、本番入る前に、いくつか気をつけていただきたいことが、覚えておいていただきたいことがあるんですけれども、大人の皆さんに気をつけていただきたいことがあるんですが、まず一番最初に、大人の皆さんに気をつけていただきたい、気持ち、留意しておきたいこととしては、子供にギターを強制させないことです。子供が弾きたいって言うんだったらね、どんどん弾かせればいいんですけれども、ちょっとでもね、弾きたくないなとか、なんかつまんなそうだなとか、なんか嫌そうだなって思ったならば、なんかこう弾けとか、やれ、練習しろとか、せっかく買ったんだからみたいな感じで、なんかこう無理やり弾かせるようなことはできるだけ避けていただきたいなと思います。僕としてはギターってこんだけ面白いんだぜ、こんな楽器があるんだぜ、こんなことがあるんだぜみたいな、なんかそういうのをこう広げたいという思いがあるので、あんまりね、子供が乗り気じゃないときに、やれとかやってやったりすると、子供の中でやっぱり、このギターイコールなんか悪ってわけじゃないですけども、なんかギターイコールつまんないもの、なんか嫌なものみたいな、そういったね、ネガティブなイメージがついてしまいかねないので、もしね、子供が、あ、つまんなそうだなと思ったならば、あんまりこうね、無理やり今やれみたいな感じで責めないであげてくださいませ。結構、いろんな生徒さんから聞く話なんですけれども、自分の子供に対してはなんかすごい厳しくなっちゃうみたいですね。なんか他人の子供だったらね、ああ、よくできましたとか、ああ、うまいうまいみたいな感じで、すごいおだてたりとか褒めたりとかできるけれども、なんか自分の子供となると、なんかね、皆さん、なんかなんでこんなこともできねえんだみたいな感じで、ちょっと責め立てたらしいんですよ。なんか僕はちょっと子供をこしらえたことがないのでわかんないんですけども、その感覚はわかんないんですが、なんか話を聞くとね、結構みんなそんな感じらしいので、ちょっとまあ、自分の子供に皆さんがもしギターを教えるときだったならば、その件、起こらないように気をつけてあげてくださいませ。それが1個、大きく気をつけていただきたいことです。で、2つ目としては、なんだろうな、子供もね、楽しければもちろんやるわけじゃないですか。なんで、言ってみれば、子供にどんだけ楽しんでもらうかが勝負なんですよ。で、楽しんでもらうためには、適当にガーンとギターを渡して、はい、やれって言ってても、もちろん子供はね、ギターの楽しみ方がわからないので、手ほどきをしてあげなければいけないんですけれども、子供を楽しませるための努力を必ずしてくださいませ。これがないとね、子供も何やったらいいかわからないし、ギターの楽しさに気づく前に飽きてしまうみたいなことになってしまうので、どうやったら楽しく練習ができるだろうかっていう、そういう知識とか情報とか、あと手伝ってあげる時間とか、そういったものをね、できるだけ子供に使ってあげられると嬉しいなと。という感じです。で、ごめんなさい。前提続き大変に申し訳ないんですけども。で、三つ目としては、もうちょっと技術的というか、環境的な話です。エレキギターとアコースティックギター、もしどっちにしようかなって思って迷ってらっしゃるんだったらば、とりあえず最初はアコギにしてあげてください。なんでかっていうと、エレキギターって重いんですよ。子供にとって。毛がもうめっちゃ詰まってるんで。で、その点アコギの場合はね、結構軽いですし、体の負担も少ないので、エレキかアコギか、もう決まってたら別にどっちでもいいんですけれども、どっちか迷っているよったら、アコギにしてあげた方が良いかと思います。で、サイズもね、こういう大きいサイズではなくて、最近ミニギターとかね、たくさん出ているので、なんか本当1万円、2万円ぐらいのちっちゃい安いミニギターとか、与えてあげると良いのかなと思います。エレキギターの場合もね、最近ちょっと短いスケールのやつとかもたくさんあるので、そういったものを買ってきてやらせてあげると良いかなと。子供にとってね、結構このサイズってもうめちゃめちゃでかいんで、もうこれ、ね、抱えられてるみたいな感じになっちゃうから、できればそういうところも面倒見てあげると嬉しいなと思います。はい。ではでは、ちょっくら前置きが長くなりましたが、本編に入っていきましょう。まず、子供にギターを持たせてあげたならば、チューニングしますよ。チューニングして、子供にギターを持たせてあげます。で、その時にちょっとやってほしいのが、まずこうね、一本一本を右手で弾くという動作です。
年齢によりますけれども、その子供によってはね、本当に親指でこう1本の弦を弾くというだけでもかなり難しいと感じる子もいるので、まずはこの、ね、右手だけで、親指でいいです。人差し指でもいいですけども、親指でいいです。ピック使わなくていいです。指で普通にこうバンバンと弾きましょう。1本ずつ。ギターを持ったならば、じゃあ細い方の下の弦からちょっと1本ずつ弾いてみっか、つって、ちょっとやってみー、つって。で、この1本ずつ。弾いてみるわけですね。で、この時に、その、大体子供たちは、その、ここが見たいから、ギターをこうしちゃうんですよ。で、こう寝かせた状態で弾いても別にいいんですけど、後々こう立てなければいけないから、できるだけ最初から立てて、弾かせてあげてください。手元はちょっと見えないけれども、そこはもう噛んでいくんだ、つって。ここら辺に1本割ったならば、ここら辺にやって、この辺にやって、この辺にやってと。ちょっとこうね、顔を覗かせるような形になっても構わないので、できるだけギターを立てた状態で。一本一本弾く練習をしてみてください。で、この時に子供たちはまたね、その体の操縦がね、その不器用ですからね、すげえこの動きが大きくなるんですよ。バーンっつって、ドーンっつって。で、大体その一本弾くつもりが、もうまとめてこう、こんな感じになったりするものなんです。なので、動きをめちゃめちゃちっちゃくすんぞっつって、とりあえず一本ずつ弾いて、なんとなく音が鳴ったらとりあえず OK。で、その次は、じゃあちょっと一本一本やってみるぞっつって。で、そのめちゃめちゃ動きを小さくすんねんっつって、その右手がこうバーン鳴ってるから、バーン鳴ってるから、これめちゃめちゃちっちゃく。で、そーっと弦を撫でるような感じで、子供によっては結構ですね、バチコーン、バチコーン、バチコーンって弦切らんばかりに引っ張る子もいるから、普通にこう親指で撫でてるような感じで、優しく一本一本をちっちゃな動きで。弾いていくぞと。これがまあ最初のステップですね。あんまりこう焦らずに、結構子供によってはこれだけでも、うぅ、超むずいみたいな感じになったりすると思うので、その辺はまあ辛抱強く付き合ってください。で、ある程度ね、うまくできたらちゃんと褒めることも大事なので、ちょっと綺麗になったりとか、一本ずつうまく弾けたりとかしたら、おい、やるじゃねえかって言って、必ず褒めてあげてください。で、その次にやりたいのが、左手で弦を押さえるという行為です。これ、大人がやるとね、別にその、もうギター弾いてるところをね、その、僕らはそのね、テレビとか、そのライブとかでもたくさん見てるから、どういう風に弾くのかってイメージがついてるじゃないですか。でも子供たちって意外とそうでもなくて、その、人差し指で押さえるんだよって言っても全然違う指で押さえたりしますし、なんか訳がわからずそのままね、なんか人差し指で全部バーンってやったりとか、なんか後ろ、上からこうやったりとかする子もいますし、この辺はちょっと、慎重に付き合ってあげましょう。人差し指で、7個目押さえるぞ、つって、一番細い弦は7個目を押さえんぞっつって、1、2、3、4、5、6、7と、この7個目を指さして、ここを押さえろと指示してあげましょう。で、人差し指で押さえるわけなんですけれども、大体の子供たちは、その人差し指だけで本当にこうやって押さえようとするんですよ。こんな感じで。で、こんな感じで押さえようとすると、もちろんギター動きますし、音も出ないですし、あかんって話になってしまうので、人差し指と親指でつまむんだぞと。この一番細い弦の7個目、1、2、3、4、5、6、7個目を人差し指と親指でつまむんだと。こうだと。やってあげてください。必要ならば、僕はこの子供だとしたらば、ちょっと後ろに回ってあげて、後ろからその手を出してあげて、人差し指と親指でな、つって、こんな感じでつまむねん、ちょっとやってみ、つって。実際にその子供がこの状態で確認できるところから、やってあげてくださいませ。この人差し指と親指でつまむって言っても何のこっちゃってふうになっちゃう子もいるから。人差し指と親指でちゃんとこの7個目をつまむ。プンとつまむ。こんな感じで押さえるんやでと、教えてあげましょう。で、その7個目、うまく人差し指と親指でつまめて押さえるようになったら、じゃあ今度はこの一番細い弦を弾いてみんぞと。で、弾いてみんぞというと、まあ大体の子はこっち側をこうね、動かすんですけども、左手はそのまま。こっちはいいか、このまま人差し指はこのままだぞ。今押さえて、これバッチリできてるから、これバッチリできてるから、とりあえず左手はこのままでいくぞ、つって。で、右手で、この細い弦弾くねんつって。で、その時にこう、普通にこうバンと弾けばいいんですけども、どういうわけか子供たちはなんかこういうことをしたりとかするわけなんですよね。でもね、ちょっと右手そうじゃねえつって、こっち側、こっち側して、さっき一本一本弾いた時と同じ場所で、弾けばええねんつって。で、大体、その最初はね、まあ、こんな感じで音が出ないものなんですけれども、まあ、この動作、押さえてるつもり、弾いてるつもりができたならば、とりあえず OK としましょう。よくできた、よくできたと。で、
子供たちはどれが正解かわからないので、これができて音がうまく出てなかったならば、大人がしっかり押さえてあげて、うまくできているけれども、もうちょっと頑張れ、もうちょっと頑張れっつって、本当にこれが完全に成功するとこんな音が出るっつって、わお、素晴らしい。わお、素晴らしいっつって。で、これが完成形、これがうまくできたときの音なんだよっていうのを、耳で確認させてあげましょう。で、ちょっと目指して、じゃあもう一回やってみっつって。この音を目指すと。このときに、うまくできない要素としては、まずその人差し指と親指でつまめていないということ。親指がこのネックの後ろから離れてしまうと、もちろんその、ね、人差し指がぐっと押さえてもその、ね、ギターが動くだけじゃないですか。そうじゃなくて、この弦とフィンガーボード、指板を人差し指と親指でつまむんだと。まずこの感覚を大事にしてあげてください。で、フレットの間、まあ、このあると思うんですけれども、常にそのフレット、7フレットってもちょっとこの幅があるじゃないですか。で、この7フレットのこの幅の中の自分側の方が音が出やすいので、もしその人差し指がね、子供が押さえている人差し指が、その外側、こっち側、自分じゃない側にあったならば、もうちょっと人差し指をこっち側にしてみ、っつってやってあげてください。そうすると音が鳴るはず。とりあえず、まあ、これが2ステップって感じですね。これができたならば、とりあえず2ステップ OK。で、これができたならば、じゃあ、その人差し指で今、7個目を押さえているけれども、この7個目がいろいろ移動するぞ、つって、そんな感じの教え方をしていきます。で、この数字、ちょっと書き写しておいてください。実際これ使います、後で。で、子供に、じゃあ、このちょっとですね、暗号のこの数字を、ちょっとギターで演奏していきます、というのがそのステップ3です。ちょっとこれ弾いていくぞ、つって。この0は、何も押さえずに1弦を弾く。これが0だよと。で、7っていうのは7個目を押さえるんだよということ。で、9、初登場ですけれども、初登場9に関しては、この7、8、9ときた、ここの場所を左手で押さえて右手で弾くんだよと教えてあげます。もし余裕があれば、上から見たときに、その3、5、7、9、12のところにその点が打ってあるんですよ。これなんか陰霊っていうんですけども、陰霊が打ってあるんです。ポジションマークとか陰霊とか、こっちはポジションマークですね。陰霊はこっちだ。その目安を教えてあげても良いかもしれません。3にあるギター、3にないギターはちょっとあるんですけれども、まあ、大体3、5、7、9、12に振ってあるんで、これを目安にしても良いかと思います。ここに点があるやろ、つって、この点のところをその人差し指で押さえるねん、つって、やってあげても良いかと思います。で、この00777997を演奏していきます。うまくいくとこれ、キラキラ星になるんですよ。ちょっとやってみますと、こんな感じ。こんなん。こんだけの動作でも結構ね、子供たちにとってはめちゃめちゃ難しかったりとかするので、まずは順番にゆっくり、一番下の細い弦を何も押さえずに2回弾くぞ、つって、とりあえず2回弾いてみ、つって、2回弾くぞ、つっても、なんか、ブーって連打するんですけど、あいつらは。別にいいんですけども。で、その2回弾いたならば、その次、じゃあ人差し指で7個目を押さえんぞ、つって、7個目を押さえて、2回弾きます。で、2回7を弾いたならば、その次9だから2個、こっちに寄るぞ、つって、で、寄ったならば2回弾きます。で、最後に戻して7に行くぞと。つなげると00777997ってことなんですけれども、これをね、すごいゆっくり一つ一つ確認しながらやってあげてください。で、ね、またこう時間経っていくと、また右手がね、すげえこの大振りになってきたりとか、またこのもうぶち切らんばかりにこう引っ張ったりとかするので。そういったことが出てきたならば、おいおい、ちょっと右手しっかりしろや、みたいな感じで、教えてあげながら、注意してあげながら進めてみてください。で、00777997といったならば、次は5544220という感じで進めていきます。あとはもう順番って感じですね。その書いてある通りに弾いていけば OK なので、ちょっと子供と一緒に時間をかけながらやっていただけると嬉しいなと思います。で、それがまあ以上って感じなんですけど、あとはまあ皆さん頑張ってくださいという話になってしまうんですが、とりあえず、こんだけでもね、子供にとっては結構多いなという感じになるので、情報の整理もやってあげると良いかと思います。
ちょっとこうバーッと数字だけ見せるとね、なんかうーってなっちゃうので、まあ、うーってなったかもしらんけれども、よく見るとね、意外とこれすごいちょろいからって、よく見て、よく見て、これめっちゃちょろいからって。何がちょろいかっていうと、まずここがそのね、一つのグループなんですよ。まあ、仮に青グループとしましょう。この青グループ、ここにもそのね、丸々同じのがあるんですね。青グループ。で、真ん中のやつもこうやって見るとわかると思うんですけれども、もう丸々同じなんですよ、ここは。なんで、まあ、その子供たちにその教えてあげるときも、なんか数字がいっぱいあって、うえって感じはするけれども、まあ、こうやって見てみるとね、もう青グループと赤グループしかないからって覚えるところとしては、ここしかないんやでって、ここを覚えたらもう半分できる、あ、意外とちょろいって、教えてあげられると、良いかなと思います。で、まあ、さらにその大人の方々がそのある程度ギターの知識とかがあるならば、5、4、3弦をちょっと上げて、オープン E のチューニングにしておいてあげても面白いかと思います。オープン E。5弦の A を B にします。で、その次、4弦の D を E にします。で、3弦の G を G シャープにします。こんな感じかな。そうすると、まあ、ちょっとチューニング怪しいですけど、まあ、E のコードになるのがわかりますでしょうか。なんか怪しいな。メカ、まあ、そんな感じで、オープンのチューニング。何をするかっていうと、一番最後のこの0、ここをゴール地点としてちょっと遊ぶような感じです。007997、スタートすんぞーっつって。で、赤グループ。で、007799755442にラストの0はゴールです。ゴールの時は全部弾こうっつって。でんてんみたいな感じ。まあ、こんな感じで全部の弦を、ね、弾かせて遊んでみても面白いかもしれません。子供にとってはやっぱこう、ね、ギターとかからなんかその大きいのとかになると、それだけでうちょっと面白いみたいな感じになったりとかするので、なんかガシャガシャ鳴らしたりとか、こうゴール地点を設定したりとかして、なんかこうたくさん弦を弾いて、なんかガシャガシャやったりとかして、やってみても面白いかと思います。そんな感じです。あとはまあちょっと細かく言うと、まだまだたくさんあるっちゃあるんですけれども、ざっくりお話をさせていただきますと、こんな感じでございます。ちょっとね、あなるほどなと思ったならば、ちょっと皆さん、お子さんと一緒に、楽しくギターを練習してみていただければという感じです。で、そうだな。あと2つぐらい。子供にとって、その7とか9とか5とか4とか2っていうのが全然わかんないという子もいるので、そういうときはマスキングテープとかを貼ってあげましょう。マスキングテープをちっちゃくカットして、7とか9とか数字を書いて、もう指板のに、指板にも直接貼っちゃいます。もう普通にちょっとこう弦を避けて、ここが9だぜと。もうこの指板とかにもバッと貼っちゃうわけですね。バッと。そうするとね、パッとね、あ、ここが9だ、ここが7だとかってわかるので、そういった工夫も良いかと思います。で、年長さん、まあ、ちっちゃい子だとその数字が読めないという子もいたりとかするので、そういう子の場合は記号で対応してあげましょう。僕のクラスもね、たまにその数字が読めないという子も、ね、いるから、その記号を使ったりとかするんですけれども、まあ、例えばその0は丸だよとか、でね、0は丸にしちゃうとか。で、7は四角とか。で、9はバッテンとか。で、三角とか星とか。こういったものを設定して、数字の楽譜ではなくて、記号の楽譜にしてあげて。で、その記号をこの指板にペタッと貼ってあげると。そうすると子供もね、あ、最初丸だからこれだ、四角だからここだ、バツだからここだ、つってわかりやすくなるので。そういった工夫も。してあげると良いかと思います。で、その2つ目としては、その0からスタートして、0、2、4、5、7、9、で、11、12。ここでその、まあ、キーが E なんですけども、E のドレミが奏でられるんですよ。なので、このドレミを使って、
ンスのドレミで弾ける曲、たくさんあるじゃないですか。こんなんとか、弾いてみて、レパートリーをたくさん増やせると良いかと思います。小学校の時に、歌集っていう言い方をするんですかね。なんか、みんなの歌みたいな本だったじゃないですか。みんなの歌みたいな本。あれ、普通にその、ネットで検索すれば普通に買えるんですよ。結構安いんだんで。なんで、そういうのをね、その一つパッと買ってみて、パート開くと結構ね、わく懐かしい。こんなんあったわって、たくさんあると思うんですけれども、その中からね、そのドレミだけで弾けそうな曲があると思うので、それをね、こうピックアップして、その子供たちに教えてあげても良いかと思います。そういうネタとかね、やっぱりその本見るとなかなか思い出せないですからね。そういったものを用意してあげると、また良いかという感じでございます。はい。それではそんな感じで終わりにさせていただきましょうか。何度も言いますけどね、その子供たちに対して本当にね、もう弾けとかやれとかね、これやらないと、なんかどこと行けないとか、ご飯食べれないとか、もうそういったことは本当にできるだけ避けて、子供が楽しそうだったならば、どんどん付き合ってあげてほしいなと思いますし、なんかちょっと飽きてきてるんですよ、こいつ。っていうときはあまりこうね、やれとか言わずに。やっていただけると嬉しいなという感じでございます。子供たちにとって、ギターは楽しいものなんだよっていうね、そういうのが広まれば僕としてもすごく嬉しいんですけれども、ちょっと大変な時もあるかもしれませんが、頑張って辛抱強く付き合ってあげてくださいませ。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよならば、はい。はい、チューニング IC。